生きることに向いてない、感情の出し方がわからない、そもそも自分がわからない、そう悟ったのはわずか5歳の時。兄さん、友達も多くて勉強もできて、僕とは真逆の存在。あなたは僕の太陽だった。なのに、あなたが部屋に閉じこもるようになって、僕は失望と同時に光を失って、途方に暮れた。おい、行こうぜ。新しい太陽だった123。うん。そして赤羽一家。この楽しさの裏に見え隠れする不満は、どこまで行っても仮想であること、太陽までもがハリボテなんじゃないかという不安。太陽、本物だったってこと？え、兄さん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 じゃん。